皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。本日ご紹介するレクリエーションは、クラゲはどこへ泳いでいくというゲームです。用意するものはうちわ、そして日配品のポリ袋の中に水風船を膨らませたものを入れてあります。水風船は、空気で膨らましてありますので、水は入れていません。根元を輪ゴムで縛って、下の部分はクラゲに見えるように、ハサミで切ってあります。これはお客様にやっていただくと楽しいと思います。ゲームとしてはご覧のように、今赤いマスキングテープを貼ってありますが、スタートのラインからお客様に仰いでいただいて、点数の上に乗ったらその点数をゲットというゲームになります。ゲームをする時間を決めていただくと、その秒数内で高得点だけを狙いに行くのもいいですし、すべてのところに1回ずつ乗っていけば最高得点ということになります。難易度を変えたければ、的の大きさを変えていくのもいいと思います。10点は大きめに、100点は小さめにといった感じですね。それではやってみましょう。このような感じで、なかなか言うことを聞いてくれないので、非常に面白いと思います。ぜひ、ご自分の事業所で取り入れてみてください。本日は、クラゲはどこへ泳いでいくというゲームのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。